2016年12月に発売した絵本第一弾ビッグフェイスくん作絵第5に続き自身が描いた絵本第2弾となる動書について第5はまず約10年前にキャラクターを落書きみたいな形から生み出してそこから構想10年どんなストーリーにしようかなといろいろ考えましたと紹介クマパンダは顔だけなんですねそこから体を描いてみたんだけど 可愛く描けなかったんです。俺の画力の問題で笑い。そこからクマパンダくんが体を探しに行くたびに出ようというストーリーを年々作り上げてやっと完成しましたと考え深げに語った。また、約1年前から絵本にするために描き始めたそうでタイミング的に上の動物園のパンダの赤ちゃんが生まれていよいよ名前が決まるぞという時期に出すということでそばから見たら あいつ、ブームに乗っかったぞ。と思う方もいるかと思いますが、本当に前から描いていましたと釈明して、タイミング的に持っているか、持ってないかで言ったら、超持っていますね。かっこ笑いとはライトにっこり。出来栄えを聞かれると、KPKP、熊、K バンダ、P カン、K 壁、P。シュールで可愛いと評判なので、シルカはですねと胸を張った。妻、北川子の反応は そして、妻で女優の北川恵子の反応を聞かれると、可愛いね。才能あるんじゃないって言ってくれたので、すごく嬉しかったですねと笑顔。将来的には、自身の子供に見せることもできることについては、描いたんだよって言えるのはありますけど、でも今は、ホットですね。二人の思い出作りたい笑い。旅行とかも行きたいです。 時間を作って、思い出を作っていきたいですと目を輝かせた。マダルプレス編集部、熊パンダ物語あらすじある日、普通のお家に急に現れた熊パンダ。びっくりした家族は熊パンダを追い出します。追い出された熊パンダは転がり続けました。そして一つの疑問を抱きます。僕にはなんで体がないんだろう。 そこからクマパンダの体探しの旅が始まりました。ドラム缶、お相撲さん、アイスクリームへとセトラ、しっくりくるものを探して、いろいろ試してみるけれど、転がり続けた熊、パンダが見つけたものとはノットスポーンスアート記事。